七代目さん、笑い亭コーラは、落語家。江戸、情報に二人おり、髪型は、自称七代目。七代目さん、笑い亭コーラは、落語家。本名、玉井長之助。通称、玉井のコーラ。1886年、東京京橋に生まれる。12歳で、銀座の時計屋に方向に出てその頃から、天狗連に没頭する。1907年頃に二代目。 段収老燕枝に入門。燕福となる。1908年10月、竜帝燕玉と改名し二つ目昇進。1911年1月、竜帝伝え枝に改名。明。1916年2月、五代目、桂西賀で死ぬち。1918年5月、桂文閣となる。また、同年12月春帝文江に改名。この頃から、 腕は、しっかりしてきたが一般受けはしておらず、新規一点のため1922年10月に5代目、竜帝左落門家で、竜帝サザ学を名乗る。1926年3月から10月まで、竜帝恋、昇るを名乗る。同年11月、7代目コーラを襲名。1935年3月から、東方名人会に招かれるがやはり目が出ず。 1938年4月からコーラを聴く会を毎月1回60回にわたり開き評価された。1944年、自宅で酔った勢いで階段から転落、背中を強打して成居。去年58、墓所は台東区秋の無事。ネタは尊敬していた三代目、柳屋さん系の者のを多く演じた。争う長屋、笠子、うどん屋、にらみ返し。 地葉やフル魚漁いじくらべ、猫級などがある。安藤鶴尾が近所に住んでいて恋にしていた。ありがとうございます。